こんなもんかよ。チャンピオンも幕の内も日本の頂点は大したことねえや。振りほどいた。そして長い距離からの狙い撃ち、オーバーハンドライト。船長さんくっついて。そのダッシュ力がないんじゃ、腕力なら間違いなく日本一。しかしボクシングは喧嘩ではない。腕力だけではここが限界なんじゃ。よけた。そこにいろ。もう一つ行くぜ。クロスは手が前に出てる分が早い。船長さん、まずい。もらった。何？早い。殺す気じゃん。トウリャーオコナ、船長助けんか。すごい、あんなに練習したじゃないか。日本フェザー級王座2度目の防衛に成功しました。壊れたな。先導を追い詰めたんじゃ、間違いなく逸材だったが、セコンドは見殺しにしたわい。まずボクサー青年は立たれたと思っていいじゃろ。挑戦者の安否を気遣って王者が近づきます。先導、試合中とは打って変わった紳士的な態度、健闘を称えているのでしょうか。己とは二度とリングで会うことないやろ。じゃあから今言うとく。こんなもんや。